航空炉火山灰情報センターは、大気中を浮遊して、航空の安全を脅かす、恐れのある火山灰に関する情報を取りまとめ、配信する業務を専門に行う気象センターである。2016年現在、航空炉火山灰情報センターは、世界中の9カ所に設置されており、各センターは、各自の責任領域内において24時間体制で火山を監視し、 火山灰に関する情報を集中的に取り扱う。ボックによる分析結果は航空路火山灰情報の形で公表されるほか、しばしばコンピュータシミュレーションを用いた火山灰の輸送、拡散モデルの結果も取り入れて発表される。ボックの国際的なネットワークは国際航空路火山監視運営グループによって運営される。 国際航空路火山監視計画の一環として、国連の専門機関の一つである、国際民間航空機関を中心として構築された。イオビューは、ICAO を中心に、世界気象機関国際測地学、地球物理学連合の協力のもと、1980年代に推進された。個々のボックは、アメリカ合衆国のノアやイギリスの気象局、日本の気象庁のように、 拠点となる国の国立気象機関により運営されている。火山廃雲中を飛行して航空機がエンジン故障等のトラブルに遭うのを回避するため、火山の噴火によって発生する火山廃雲の分布予測の精度を高めることを目的として、1990年代に航空路火山灰情報センターが設置された。1982年にガルン群山の噴火後に、 インドネシア上空を飛行したブリティッシュエアウェイズキュビンは火山灰の影響で4機のエンジンすべてが停止した。1989年にもリダウト3の噴火後にアラスカ上空を飛行した KLM オランダ航空867便が全エンジンの水力を失った。このように火山灰が関係する航空事故やその他の事案が相次いだことを受けて 火山灰が、商用航空にとって危険な存在であることと、同様の事故を確実に防止する唯一の策は、適時操縦士に警告を発して火山灰雲を避けるように迂回するなどの措置を取ることであることが、認識されるようになった。ボックの目的は、火山観測所や衛星画像、飛行中の航空機操縦士の報告等により、火山から放出される。 火山灰雲に関する情報を収集して分析し、将来の動向を予測することである。こうして作成された予測及び警告は、気象観測機関や、航空管制機関及び火山灰雲が流れ込む、可能性のある近隣のボックを含む、航空関係書機関に向けて発表される。これらの機能を十分に発揮できるように、各、ボックは、 火山灰の拡散モデルを研究、開発している。気象衛星や火山観測点及び操縦士の報告等から入手した情報を利用することにより、火山灰の位置を特定し、さらにモデルを活用して航空機の安全に支障を来たす可能性があると考えられる空域の火山灰の分布を予測する。世界に9カ所あるボックの責任領域世界9カ所に、 設置されているボックは、各々に定められた、責任領域を管轄している。各センターは、その地域付近を管轄する複数の気象監所だけで、なく、隣接するボックや、責任領域内及び隣接する、航空交通管制部とも連携する。ボックの監視が及ぶ範囲は、緯度と経度か、ICAO の予備計画の一部として、国際的に合意された。 飛行情報区と共通の区域かのいずれかによって設定されており、各ボックの責任領域はイオビューハンドブックに記されている。火山灰雲が探知されると、ボックはそれに関する入手可能なすべての情報を集めた後、コンピュータモデルを用いて航空機が利用する様々なフライトレベルでの火山灰雲の進路を予測する。その後、b ックは イオビューの手順書に定められた通りに、航空関係機関を呼び、気象監署に対して、警告を発する。この警告は、航空路火山灰情報の形式で発表される。警告では次のような情報が提供される。火山の名称、国、火山の位置と噴火口の標高、情報源、噴火の日時を含む、噴火の詳細、フライトレベルと大きさを含む。 火山灰雲の詳細。火山灰雲の現在の動きの詳細。6時間先、12時間先、18時間先の動きの予報。ありがとうございます。